室味。これ 1.2 キロ。こんな初めて見た巨大室味。いいねこれ。やっぱこれは美味しくなるよ。威力が足らんかな。よっしゃ。2キロでもかかって3のノズルを使ったりするから神経出すのはね、血出すのは2で全然どの大きさでも大概抜ける。5キロでもだから斜めの神経出すのはね、大きいノズルじゃないと無理。伸びるわ。といって内臓脂肪ってないんやね。ちょっとだけこれ。でもこれは伸びるよ。油がないから伸びるんじゃなくて、こういうのは伸びるよ。なんかね、しっかりね、わかるかな。くるくるってしてんの、これ、アジサイ。アニサキスが入ってると思ったら、まあここ切ってて、ここ、これ、ここ、このね、肛門のところを、まあ例えばこれタオルじゃないけど、ウニクとかでギュッてつまんでやる。まあ、大概取れるわ。ここやから多いの。ね、この水でね、こうやってやってたら大概取れてるよ、アニサキス。古いのはみんなが入ってるかもわからんけどね、こうやって新しいのは全然。いい魚だ。ほら。走りにくいな、ほら。
いしょ。砂ずりみたいな。三の字って意味ができてる。臭いっていう魚やつよね。の字はね、これを潰したらダメっていうの、ニガダイは。ニガダマ。うん、美味しくなりそう。
でしょ、最後は糸引き味。じゃん、これがいい。この魚骨がめちゃめちゃ硬い。てるんやけど、最近ちょっとさばいてないからどうかわからんのかな。あ、もう前ほど巻いてないわ。前はこれ電波油やってんけどね、これ重宝するよ、これ。この魚4種をね、西新宿東京の握り手さんに今週の金曜日送りますんで、早かった金曜日から食べれるんかな。それも寝かせます。今日月曜日やから、火水木金4日から5日間の熟成かな。まあちょっと若いかもわからんけど、まあもし機会があって東京に行く人がおったら握りで3人行ってください。予約せんと多分無理かな。勤労で夜だけです。渡してくれるのは。それでは。